17歳5ヶ月の愛犬リオ娘が虹の橋に旅立ってから7ヶ月が経ちます。亡くなってすぐは出口のないトンネルから抜け出せないような気持ちでいました。今日はそんな当時の私と同じような気持ちでいる方に私の経験をお伝えすることで少しでも光を見出してもらえれば嬉しいです。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。虹の橋にいる17歳の愛犬リオ娘と3歳のちびっこマイティ、そして6ヶ月の子犬さんリリアのダックスママです。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みにとってもなります。この7ヶ月間はハサミでね、切り取られたかのように時間の感覚が正直ありませんでした。愛犬リオの死っていうのは私の人生においてこれ以上ない大きな影響を与えた出来事で、今まで感じたことのないぐらいの感情、苦しみ、悲しみ、寂しさ、会いたい恋しさ、後悔、そういった感情が一気に押し寄せてきて飲み込まれちゃったような感覚でした。7ヶ月ね経った今でも今言ったような感情は大なり小なり存在していて、それはね多分一生消えないだろうなっていうふうにも今は感じてます。ただ今少し変わってきたのは、今言ったような感情だけじゃなくって、感謝、ありがとうの気持ち、リオが与えてくれた溢れるぐらいの幸せ、愛、こういった気持ちはねもちろん私の中にずっとあったんですけど、その当時はねあまりの悲しみに全部支配されちゃって、最近ねようやく少しずつこういうポジティブな感情も改めてね気づけるっていうか、そこによりねフォーカスできるようになってきました。私自身ねご覧の通りペットロスを乗り越えたっていう風に言えるような状態ではないんですけど、この7ヶ月間を振り返って当時よりもはね光に目を向けられるようになってきたっていうか、今からお伝えする5つのことで私自身がね助けられたことをシェアします。愛犬の死との向き合い方は人それぞれ違うので、こういったねダックスママもいるんだなってとか、もしかしたら私もいつかこの重い暗闇の中から抜け出せるんじゃないかなっていうような、少しでもね望み希望を持ってもらえたら嬉しいなという思いで動画を撮っています。1つ目、感情を押し殺さないで悲しむこと。ありがたいことに私を心配してね一生懸命元気づけよう、励まそうっていう風にしてくれた方々がたくさんいました。それはね本当にありがたいことで感謝してるんですけど、大切なね娘を失ったわけだから深い悲しみがあって当然なんですよね。人によってその悲しみの深さとか時間っていうのは違うと思うんですけど、どうしてもね愛した分だけ悲しみは存在すると思います。私の場合は毎日ね泣けてきましたし、本当にね何もする気も起こらなくって、最低限のマイティのことしかしてあげられなかった。はっきり言ってね廃人みたいな感じが続きましたね。愛のある言葉とか寄り添う気持ちを友人とか SNS でつながってるお友達が連絡をくれて、それに対して泣きながらね変身するみたいな、そんな感じが続いてて、ただそういった方々と電話で話すとか会ってお話をするっていうのは私にとってはね今でもチャレンジっていうか難しいっていうか、泣いちゃうからね感情も込み上がってきちゃうから、だから今ねこれまでそのリオと関わってきてない人とか、リオとの関わりが薄い人とか、そういった方々と関係ない話をすることは全然できるんですよね。でもワンコママさんだったりリオがお世話になった方々、そういった方々と面と向かってお話しするのはまだね難しい
状態というか、ハードルが高いかなっていうふうに今でも感じている部分はあります。2つ目、お葬式とお寺のご住職さんたちとの会話。リオのね、お葬式の動画も過去に出してるんですが、栃木県の佐野にある珍しくね、土葬をしてくださるお寺があって、そこにリオは眠ってるんですけれども、お葬式のプロセス、お葬式のセレモニー、同じように愛犬を亡くされた経験のあるご住職さんとそのご家族さんが行くたびに話をしてくださって、お寺にね足を運ぶために少しずつ少しずつ、ご住職さんの言葉をお借りすると、トゲトゲな心が少しずつ丸くなっていく、その行くたびに丸くなっていくような、そんな感覚がありました。今はね、いろんなペットビジネスもあって、そういったペットのお葬儀とかにも参入されてる会社さんもいっぱいあると思うんですけど、ちゃんとねお葬式をのそのセレモニーをしてくださるところをね選ばれるといいと思います。で、私自身はね全く宗教心とかないんですけど、お葬式とかってそういうセレモニー、お別れの儀式っていうのはね本当に必要なんだなっていうことをね初めて知りました。ただ愛犬がね亡くなった直後っていうのはパニックとか動揺とか悲しみとかいっぱいあって、まあ看病とかねしてて睡眠も取れてなかったらね、もうお葬式のことまで考えられないみたいな風になっちゃったりする方もいて、思うようにねお葬式お見送りができなかったっていう方もいらっしゃると思うんですよね。そういった方は、私個人的にはなんですけど、今からでも決して遅くないので、近くのお寺さんに相談してみるとか、リオが眠ってるところは概要欄にねホームページのリンクを貼っておくので、栃木県の佐野にある本願寺さんっていう小さなお寺なんですけど、そこに相談されたらきっとね温かく迎えてくれると思います。あと毎日ね愛犬ちゃんに対してお祈りお参りをすると思うんですけど、その時にねごめんねとか、そういうね後悔のマイナスな気持ちを表すんじゃなくって、ありがとう、大好きだよ、ママの子供になってくれてね、ママ本当に幸せだよっていうようなねポジティブな愛を毎回伝える、こういうポジティブなねメッセージを伝えるようになってから、私のね意識も少しずつ変わってきたような感じがあるなっていうふうに思ってます。3つ目、時間も必要。個人的に私が思うのは、早くね元気出さなきゃっていうふうに思わなくて全然いいと思う。いろんなプレッシャーがあったり、周りのお友達から元気出してよって言われたり、ずっとね悲しんでるとリオも悲しむよっていう風に言われたり、それもね正しいと思うしあると思うけど、でも本当悲しむ時間も必要だから、いつでもね涙がね出てきちゃうんですよね。もうね涙は本当に枯れないんだなって思いました。ただね、過去の動画でも何度かお話ししてるんですけど、どんな時でもね忘れちゃいけないのは、これだけのね悲しみがあるっていうのは、それ以上のね愛があるから、愛が存在してるから、だからこの悲しみは私とリオの愛の証でもある。そう思うとね悲しみも少し受け入れやすくなったような感じがしました。だから感じるままに感情を出していいんだよ、無理して感情を抑え込まないでっていうアドバイスは本当にねありがたかった。ペットロスを乗り越えるっていう言葉があるけど、乗り越えるっていう感覚は私の中になくって、ずっとね私の心の中だったり、見えないけどきっと今もねいつもリオは私たちのそばにいてくれると思うから、だから乗り越えるっていうより悲しみや苦しさしか感じられなかったのが、少しずつ少しずつ楽しかった思い出やありがとうの気持ちが戻ってくる、そんな感じかなっていうふうに思います。
真っ黒な悲しみ一色だった心が少しずつ優しい色に変わっていくイメージ、リオとの愛を振り返るっていうか、後になって考えれば考えるほど彼女の偉大さだったり愛がまた違った意味でね、深く分かってくる部分もあったりとか、今でもリオの写真や動画を見てて、携帯の中はねもちろんリオの写真もいっぱいあるからね、 SNS とかね動画で写真を上げるたびにね見てね、いろんなことを思い出したり、インスタでも今まで撮った動画とか画像で自動的にリール、ショート動画を自動編集して、これをリールで流しませんかみたいな感じで突然出てきたりとかするとどうしても見ちゃうし、で見たら絶対泣いちゃうし、見なきゃいいじゃんって思われるかもしれないんですけど見ちゃうんですよね。で毎回泣いちゃう、泣いちゃうとか泣いちゃったとかいうちょっと否定的な表現の仕方、泣くことに関して多いと思うんですけど、私もそう使っちゃってたりとかするので、でも泣くことって決して悪いことじゃないと思うんですよね。心の奥にある感情が溢れ出す、そういう現象だと思うんですよね。愛犬を失ってエモーショナルな気持ちになるのは当たり前、悲しむのも当たり前だし必要、いっぱい泣いていっぱい泣きながらでも愛犬に話しかけていっぱいね感情的になっていいんだよ、そういう風にねお伝えしたいです。4つ目、家族の助け。さっきも話したようにリオが亡くなってからは毎日ずっと泣いてて、毎日廃人みたいな感じだったから、やっぱりね周りも家族も心配しました。すごく今ね振り返ると特にねマイティに申し訳なかったなっていう風にすごく思ってます。マイティだって大好きなお姉ちゃんを失って明らかにね悲しんでたし、声をね上げて泣いてた時もあるし、震えてたこともあったし、体調を崩したりしたんですよね。今思うとねもっとマイティの気持ちに寄り添って受け止めてあげるべきだったけど、あの時はね全く余裕がなかった。さすがにねマイティが体調崩した時には強制的にでもねマイティに目をしっかり向けてケアしてあげなきゃっていう風に、ルーティンも戻してあげなきゃダメだっていう風に思ったんですけど、あの当時はマイティにとってねすごくダメな母親だった、ダメなママだったかなっていう風に思ってます。それで心配した家族が悲しんでるマイティと私のためにも新しくね保護犬を養子に迎え入れた方がいいっていうことでリリアがね来てくれて、それからね一気にマイティは元気を取り戻したし、笑顔も戻ってきて楽しそうに一緒に遊べてるし、リリアもねすごくお姉ちゃん大好きで楽しそうだし、みんなしてねママを支えてくれてる感じがあってすごくありがたいです。きっとねリリアがね私たちに出会う前にママのことをねお願いねっていう風に頼まれて、マイティのこともねお願いねって頼まれてね、それでね私たちに出会わせてくれたんだなっていう風に信じてます。子犬さんはねどうしても手がかかるし、今までのね子犬さんの中でも一番ねやんちゃなやんちゃ娘だから、もうねほんとりっちゃんが来てからはすごくね毎日、まあ毎時間りっちゃんが寝てる時以外は忙しくなって、このね忙しさっていうのも今の私には必要だと感じてます。このね動画を今見てくれてる方の中には、新しい子を迎えるのは考えられない、まだ心の準備ができてないっていう風に思ってる方もいらっしゃると思います。私もねそうでした。その迎え入れるタイミングも人それぞれだと思うけど、これはね忘れないでほしいなっていう風に思うのは、これだけね愛犬のことを思って悲しんでるあなたは絶対にね次の子も幸せにできると思う。できっと誰でもお空に見送った子に対して後悔とかね反省とかあったりするでしょ。
私なんてね、数えきれないぐらいの反省ばっかりなんですけど、次の子にはね、同じ失敗、同じ過ちを絶対ねしないっていうふうに思って、マイティとかリディアの子育てをしてるんですけど、そういうふうにね絶対思うと思うんですよね。だから新しく来る子もそういうね、愛にあふれたママさんパパさんと一生のね家族になれるのはすごくその子にとっても幸せなことだと思います。5つ目、悲しみは波のように存在するけどそれでいいんだって受け止めること。最近はね、やっと毎日泣くようなことはなくなりましたって言っても、こういうふうにねリオのことを話す動画とか、さっき言ったねリオの動画とか SNS とか、そういうのはね毎回泣いちゃうから、あんまりね説得力はないと思うんですけど、それでもねリオがそのお空に行った直後っていうのは大きな津波のような深い悲しみに飲み込まれてる感じ、ずっと飲み込まれっぱなしな感じ、それが今ではさざ波のねような感じもあれば、時にね予期してない時に大きな波が来たりとか、リオと過ごした日々、時間、特に晩年はね、もうリオのためなら無敵、何でもできるようなね、スーパーママなんじゃないかって錯覚するぐらいなね、そんな風にね思わせてもらってたから、正直ねその頃のように心の1ミリも曇りがないっていうか、そんなような感覚はもう二度とね、もう二度とないんじゃないかなっていう風に感じてます。そんなこと言うと希望がね持てないじゃんっていう風に言われるかもしれないんですけど、それぐらいねリオの存在が私の中では大きかった。母言ってるから冷房下げたんですけどね、まだちょっと暑いかな、まだちょっと暑いかな、まいちゃん。ただリオも私が人生をね謳歌することを望んでると思うし、リオもね、リオっていう名前もリオデジェネイロから命名したんですけど、人生を謳歌してほしいっていうね思いを込めてつけた名前なんで、時間はねかかるかもしれないけど、少しずつでもリオにとってふさわしい人間ママになれるように努力をねし続けることを忘れちゃいけないなっていうふうにすごく感じてます。まだまだできてないこともいっぱいあるし、思ってても行動に移せないこともいっぱいあったり、もどかしい部分とか情けない部分とかねいっぱいあるから、すごくね気が遠くなっちゃうぐらいの時もあったりするんですけど、それでもねちっちゃなちっちゃなステップでも前に一歩ずつでも半歩ずつでも踏み出すことが大事だなっていうふうに自分自身にね言い聞かせてます。だってね、いつの日か虹の橋でリオと会う時に、ママねあの後すごい一生懸命頑張ったよ、リオのおかげでいっぱい成長できたし、いっぱい全力尽くして頑張った、そういう風にね報告したいから。今でもマイティが時々ね悲しそうな顔をする時があって、その時にね声をかけるんですけど、マイティわかるよ、大好きなお姉ちゃんなんだから悲しくてもいいんだよって言って抱きしめるようにしてます。もういっぱいいっぱい泣いちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとでもね私たちの経験がためになれば、リオもマイティもきっとりっちゃんもかな、りっちゃんもいろいろ聞いてるだろうからね、すごく嬉しく思います。とてもね救われる部分もあると思います。今日みたいな愛犬のお役立ち情報をもっと見たいよって思ってもらえたら、高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけると、他の愛犬家仲間にももっと広がりやすくなるので、ぜひご協力ポチッとよろしくお願いします。マイティ今日も頑張ってくれてありがとう。マイティありがとう。りっちゃんも頑張ってくれてありがとう。OK、みんな、頑張ってくれてありがとう。See you next time! Bye!